もう12月10日にフィオリーリ注文したってまだ発送されてない。本当ですか？パフデザインの、あの LINE に問い合わせてみてほしいです。そう、私じゃ完璧な返あのお返事ができないので。二重整形痛いですか？麻酔するから痛くないです。何カ国旅行されますか？今回は3カ国なのかな。ピラティス行ってきます。いってらっしゃい。お手数ですがお願いします。ヒアルロン酸は YouTube にも載せてるんだけど唇に入れてます。彼に会いに行ったのに大失恋して福岡空港で涙こらえてる。大丈夫？大丈夫ですか？ピザ、彼はナシゴレン食べて私はピザを食べました。3枚シンガポールすごい良かった。私も住みたい。シンガポールすごい良かったです。今マレーシアにいるんですけど、マレーシアもめっちゃご飯美味しくて最高です。二重は埋没してるんですけど、 YouTube とかには載せなくてインスタとかでは言ってるんですけど、そう、二重幅を何ミリ1ミリとか変えたっていう感じです。気分で。よく太らない。太ってるよ。仕事終わりにルナちゃん見れて癒されました。ありがとう。お疲れ。死にそう。空港人多すぎて。ルナちゃんライブ見てが年末に。でも年末でよかったね。新年は幸せな年になるように。ニューヨーク行きたい。英語全然喋れないです。インスタライブとっても嬉しいです。ありがとうございます。マレーシアはあったかい。今日はね28度ぐらいでちょっと涼しいぐらいかな。水着はこれはなんだっけ、どこで買ったっけ。ショップリストとかで買いました。あ、ん？これシーンだっけ。シーンかな、多分シーン。もうすぐ彼の誕生日なんですけど、マジ何あげようかなって。おい、見てるじゃん。彼は横で寝てます。日本と温度差あると思いますが、どこで着替えましたか。着ない、薄着ですか。日本ではアウターなしで、あのパーカーとあのジャージ、ジャージみたいな感じで来て、普通に着替えずにホテルまでそれで行きました。月って書いてるんだって。ご両親センス良すぎませんか。喜ぶ。待って、めっちゃさコメントが。幼蓮気になった。お大事にです。人生系のパックだったら私は何だろう、何使ってるかな。いろいろ使いすぎてね。最近だとね、鎮静系だったら何使ってるかな、何だろう、何使ってるか忘れちゃった。うちの犬もティティ。一緒ですね。ルナちゃんの声聞き心地よくて、いつも YouTube BGM にして何回も。ありがとうございます。同じやつ買ってもいい。ぜひぜひ。喧嘩はあんまりしないですね。今日のリップはなんだっけ、アミューズのゼロゼロ、アミューズの06番です。カラコンは使ってない。
おすすめのカラコンはあれだよ、マジでド忘れな、あのいつも私が使ってるフェリアモのシアーブラウンが一番おすすめ。私コロナはめっちゃ最初の方になりました。もうコロナ流行りたてぐらいの時。ピアスは韓国で買いました。YouTube でも載ってるかな。アイシャドウもアミューズです。髪色はいつもお任せしてるので、なんだろう、俊平に聞いてみてください。このね、景色がすごくてみんなに見せたい。こんな感じです。最高です。昼も夜も最高。綺麗だよね。のんびりで。今日はホテルから一歩も出てない。ヘアケアで一番気をつけていること。絶対にオイルを塗る。私あんまり髪乾かさないんですよね。なんでせめてオイルは塗るようにしてます。彼は今隣で寝てます。髪の毛早く伸ばすコツは分かんないけど、私髪伸びんのめっちゃ早いんですよ。お酒はねあんまり飲まないの。シンガポールでねクリスマスの日に白ワイン1杯飲んだぐらいで、当初日にビール飲んだぐらいで、マレーシア来てからはお酒1回も飲んでないの。あ、飲んだか。飲んでました。1杯とかだったらさ、なんか飲んだ記憶にならないんだよ。彼の質問がたくさん来る。彼お金持ちですねとか、何の仕事してるんですかとかね。唇ヒアルした時はね、内出血しましたよ。2回目に内出血した。ルナちゃんの今年のベスコス。私の今年のベスコスは迷うね。でもアイシャドウはずっと使ってるあれです。あれ YouTube でもいつも載せてるあれで、めっちゃ買ってよかったなと思うのが、部分用まつげ、つけまつげはめっちゃやってよかったなと思います。買ってよかった。マジで部分用つけまつげやるだけで全然変わります。ね、まつげパーマやってるんだけど、そうちょっとフィルターがついてるけど、そうだけど、この手前のとことかスカスカの部分に部分用つけまつげをつけてるとか、なんかそういうね、めっちゃ YouTube でベスコスとかやらないから、私そうやれって話なんだけど、そういうのをサブスクの方にのストーリーとかに載せてます。ハイライトにしてます、サブスクの。
旅行の YouTube は出ると思います。なんか適当にちょいちょい撮ってる。でもね、もうすぐそろそろあのお腹の脂肪吸引のダウンタイム動画が出ます。ジョンセンムルの水色パレット可愛かったなって。なんかね、これ配信しながらフィルターを教えることができないんだよ。フィルターがの名前とかが分かんない。旅行中ダイエット全く気にしてないですね。やれって話なんだけど、それな。そう、気ままに更新してるので二人の埋没は福岡の共立美容外科でやったんですけど、特に先生とかこだわりなく行ってその日にできますよって言われて、じゃあやりますって言ってやった感じなんで、もうちょっとみんなは調べてやった方がいいと思います。眉毛サロン通ってます。今一番欲しいものなんだろう。なんかいろいろ欲しいものあるからな。福岡おすすめのご飯屋さん、でもおすすめ、おすすめなんだろう。ラーメンとか。ハイトーンはしたくて、夏はしようと思ってます。年越しマレーシアじゃないの。今年やり残したなってことありますか？特にないかも。いろいろなんか忙しくしてたから。カラーして1週間くらいですかね。1週間ぐらい経ってます。俊平はマジで天才で、いつもめっちゃ可愛くしてくれる。美肌系の美容医療はね、全然やってなくて、なのであんまりおすすめがわからない。シンガポールからマレーシアまで飛行機で移動しました。2023年旅行何回行きましたか？何回行ってんだろう。彼は隣に寝てる。ルナちゃん、マリーナベイサンズでお見かけしました。ビオリリンのトップス着ていたのでお声掛けしたかったのですが、夫に止められてめっちゃ可愛かった。声かけて欲しかった。お話ししたかったです。彼は同い年じゃない。一つ上。韓国ではいつも何されてますか？サブスクに登録したら何してるか書いてますか？サブスクは主になんか、なんだろう。ご飯屋さんとかもそうだし、使ってるコスメとか、スキンケアとか、載せてない、通常投稿に載せないやつを載せてます。あと動画とかもめっちゃ載せてます。ハッキング動画出ないです。めんどくさくてさ、撮るのが撮った方がいいかな。今年からめちゃくちゃ胃の調子が悪くて通院してるんですが、胃悪くなったり、胃悪くなったりはしないですけど、ストレスとか溜まってる時に胃痛くなったりとかはあります。ブリーチしてますけど、もうこんぐらいまで伸びてます。ブリーチしてないところが。
ネックレスは LK サロンのネックレス。顎下脂肪吸引で上を向けないのいつ治りますか。でも1ヶ月ぐらいでもう全然普通になりました。ボブヘアは高校3年生の頃ボブヘアでしたよ。ルナちゃんがおすすめしてくれた韓国のご飯屋全部当たりでした。よかった、私美味しいところしか行かない。フィオリリの福袋 PR して。あ、フィオリリの福袋が今日の23時59分までの先行販売なので、ぜひ皆さんチェックしてください。1万5000円の商品と5万5000円の商品があります。で、あと残り2点と残り5点とかなので、福袋まだゲットできてない方はぜひ福袋フィオリリのゲットしてみてください。福袋買いました。初めての購入なので楽しみです。いつかポップアップ行きたいです。ありがとうございます。いつかポップアップ遊びに来てください。初めて海外行くならどこがおすすめかな。やっぱり韓国とかかな。近いし行きやすいからね。シャネルのバッグはルナちゃんリクエスト。そうですね、なんか私が欲しかったものをプレゼントしてくれました。シンガポール旅行の Vlog YouTube 上がります。おととい足の脂肪吸引しました。いつくらいから痛くなくなりましたか。5日後ぐらいかな。1週間とかですかね。でももうすぐ時間が経てば良くなるので頑張ってください。あのね、今ねフィルターついてますよ。彼とは友達から呼ばれた先で知り合った。また自炊動画出してくださいね。出したい。最近自炊はしてるんですけど YouTube を撮るっていうのをしてない。もうすぐ部屋に戻るかな。眉毛はアートメイクじゃない。刺激のある恋愛と安心感のある恋愛、どちらが自分に合っていますか。安心感のある方ですかね。シンガポールは高いめっちゃ。無地毛マンションのリップで買った3色、赤っぽい色買いました名前が覚えてない。スキンケアはあのね、ホテルに持ってきてるスキンケアは韓国系のコスメなんですけど、眠くなってきちゃった。マレーシアは何泊だ ?4泊ですかね。
自分から告白することありますか？ありますかね。あんまりないか。タトゥーは入ってない。水着はシーンで買いました。これでもハワイでも着てたし、もう結構着てるから捨てて帰ろうかな。彼女持ちの人を好きになったことありますか？ないです。そう、マレーシアのね、次はねベトナムに行こうかなって思ってます。年末は日本にいないです。ルナちゃんかわいい、ありがとう。やっておいた方がいい美容医療ありますか？私はやってよかったなと思うのが顔の脂肪吸引かな。あと唇ヒアルロン酸もめっちゃやってよかったなと思います。海外行くの難しいかな。飛行機の乗り方とか全くわからなくて。全然簡単ですよ。シンガポールやマレーシアでは英語で会話ですか？行きたいのに英語を話せなくて不安があります。英語ですけど、全然なんか簡単な英語だったらあっちもなんか頑張って聞き取ってくれるから大丈夫です。福袋買いました、ありがとうございます。今日の23時59分までなので、あと残り在庫が2点と5点とかで、そうわずかなので、ぜひ。肌ツルツルすぎてびっくりしました、ポップアップで、ありがとう。部屋戻る？いいよ、うん、部屋戻る。いや、いいよ部屋戻る、もう終わるから。じゃあここでまた寝るらしい。熊取りもめっちゃやってよかった。ボコってさ、片方だけなってたから、それがダウンタイムのなしの肌管理。私肌管理はあんまやらなくて、ピーリングとかイオン導入とか、あんまフォトフェイシャルとかもやらないんですよ。こっちは今4時44分です。で、これさ、チェックしなくていいんだよね。アイシャドウは、これはあれです。なんだっけ。これこれ。アミューズのアイシャドウ。旅費は割り勘じゃない。シミ取りはしたことあります。福袋買いました、新年が楽しみです。新婚で今年盛大な結局をしますが、モラハラが発覚。え、モラハラする人ってね、どうなの、治らなさそう。食生活で気をつけていること、マジ特にない。思う存分食べてます。出会う男性を元彼と比べたりしてしまったりしましたか？でも比べたところでねって感じだから、あんまり比べたりとかはしないかも。はい、では終わりたいと思います。皆さん、暇インスタライブ付き合っていただきありがとうございます。またいっぱいインスタとかも投稿するので見てください。ありがとうございました。